はい、どうも、すみません、ひげすけおじさんです。不動拳から派生悪を雷王烈風拳でキャンセルするコツについて、話をしていきます。よろしくお願いします。今回説明するのは、ギースの不動拳からの場合ではだけではなく、他のキャラクターの場合にも、応用できるので、そこをよろしくお願いします。まず不動拳のコマンド入力なんですが、下から後ろにかけて4分の1回転から、パンチボ弱パンチボタンですね。弱パンチから、前パンチボタンですね。コマンド入力のコツの説明に入ります。コマンド入力のコツなんですが、不動拳から追加入力で出る悪を、早い段階で、コマンド入力して、そしてから、手を離してしまっていいです。私が映像に映ってる、画面では手をわざとらしくこうパッて離してますけど、このように、コマンド入力して手を離しても、追加入力の悪まで出ていますね。要するに手を離してから雷王烈風拳のコマンド入力をする時間的猶予が一瞬だけあるんですね。その時間的猶予を利用して雷王烈風拳のコマンド入力をするということです。続いてのコツですが、これは非常にコマンド入力が簡単になるコツなので、ぜひ覚えてもらうと、いいと思います。不動拳からの追加入力の悪を、下から前へ半回転で出すということですね。下から前入力で、悪を出して、そこから、前から半回転、後ろへ半回転で雷王烈風拳を出すと、コマンド入力を簡単に行えます。以上です。ご視聴ありがとうございました。